しかしそれだけ、ではなくてですね、やはり私たちはもう一つ注目したい、福音書記者が福音書という形で、イエスを指さしていることの大切な点でありますけれども、イエスは十字架に向かって歩んでいかれた、そして死なれて、十字架につけられて死なれて、そして復活の命に生かされたというだけではなくてですね、十字架に至る道をイエス様は歩まれた、つまり地上の聖ということがあったわけですね。でイエス様はその地上に聖を与えられて、そこで人々を愛する聖を貫かれたということであります。先ほどイエスは神の国の到来を語ったと言いますが、もう少し説明的に語れば、神の支配を語ったということです。そしてそれだけでも不十分であるとすれば、神の愛が支配する現実を語ったということですね。神様の愛がもうすでにここで私たちを支配して いるんだと。それを完成するのは先かもしれないけども、すでにその現実がここにやってきてるんだということを語りました。それを語っただけじゃなくて、イエス様は自ら身を挺してそれを具体的に示されたわけであります。そのことを私どもは一つのイエス様の聖全体として考えたいと思います。さらに福音書記者は続けてその次にこういうことを語っています。でこれは先ほどの一粒の麦の言葉と切り離すことはできないわけです。自分の命を愛する者はそれを失うが、この世で自分の命を憎む人はそれを保って永遠の命に至ると。自分の命を愛する者はそれを失うが、この世で自分の命を憎む人はそれを保って永遠の命に至る。これは明らかにイエスの弟子たちやこの来訪者たち、何人かのギリシャ人がここに来たと語られていますが、その人たちに語りかけている言葉であります。そしてこの福音書の読者たちにも同じ語りかけられています。つまりこの言葉は私たちにも今朝語りかけられているわけですね。それにしましても、この言葉は、大変ね、理解、しづらいんではないでしょうか。自分の命を愛する者は命を失うが、自分の命を憎む者は永遠の命を得るという、こんなことは世間では通用しないですよ。どうすれば今日の私たちの大きな課題はですね、それぞれ自分をこの大切にして自分の命を愛するものになれるかどうかというのが大きな課題ですね。自分を愛そうと思っても、自分を受け入れようと思ってもなかなか受け入れることはできない、そういう悩みをたくさんの人々が抱えています。ですから自分の命を愛する者は失うと、命を失うと、これは困ったことです。これは私たちが期待しているものと反することです。逆に自分の命を憎む者は永遠の命を得ると、こういう、ある意味で理不尽な言葉がここで私たちに語られているわけですね。弟子たちに語られているわけです。ここに聖書の言葉の中には本当にそのままスッと入ってくる言葉もございます。空の鳥を見ようと、野の花を見なさい。本当に私たちはその言葉通りに自然の美しさの中に私たちは神の栄光を見る、神様の
作られて世界の美しさを見る、あの特に日本人にとっては感覚的にスーッと入ってきますけれども、こういう言葉を聞かされるとあのつまずきを、まあ、感じざるを得ない。同様に例えばですね、私がこの世に来たのは夫と妻が仲違いするためである、親と子が相争うためである、だから父母を捨てて、家を捨てて私の後に下がってきなさいと、こういうことを、はい、聖書の中でイエス様は語っていらっしゃるんですね。今日のこの自分の命を憎む者は永遠の命を得ると、こういった言葉に出くわしますと、正直に言ってあの特に初めて聖書を読む人はあのつまずいてしまうと思いますね。キリストが一体愛とか語るけども、なんという宗教だろうかということになるわけです。しかしイエス様の言語表現といいますかね、これにはこういう極端なと思わざるを得ない表現がいっぱいあるんです。あの聞き捨てにならないというか、あの本当にあの疑問も含めてですね、考えさせてくれるような極端な表現が随所にできます。で、大切なことを語る時ほどそういう表現をイエス様はなさっているというように言えると思います。ここもですからそうであります。で、ここについてはその疑問を解く鍵が一つあるんです。それは何かと言いますと、あの新約聖書では特にですね、もう本当に愛という言葉が頻繁に出てきますね。ヨハネ福音書やヨハネの手紙は特にそうです。で、これは聖書はあの今私たちは日本語で読んでいるんですが、その元になっているテキストはギリシャ語で書かれていますけれども、普通ギリシャ語の世界ではほとんど用いられることのなかったアガペーという言葉をわざわざ新約聖書は採用して、神様のご愛をより純粋に表現しようとしたわけです。で、このことだけを語ってももう語り尽くせないぐらい多くの大切な点がありますけれども、人々が考慮しないような言葉で、日本語と違ってギリシャ語では幾通りもの、 あの愛を表現する言葉がございました。そして新約聖書はその神様の愛を私たちが与えられて、そして隣人を愛すると、その時もアガペーとアガパオという言葉が使われています。しかしここではですね、一般の人が使うフィリアという言葉、まあ、あの友情というのもその中に含まれていきます。ですから必ずしもあの悪いことばかりではないんですけども、要するに人間の自然的感情としての愛情であるとか情愛とかですね、まあ、そういうこともその中には含まれる広い意味を持った言葉であります。このアガペではなくてフィリアという言葉でここで表現されているところに、私は小さな鍵かもしれませんけれども、一つの鍵があると思うんです。つまり、私たちは日本語では愛という言葉で、右から左までいろんなあの言葉を意味を表すように使っていますけれども、ここで聖書が語っているのは、そして福音書記者がイエスの言葉の意味として私たちに伝えているのは、例えば自分の命を愛するという時に、別に言い方するならば自己愛ですね、エゴイズムです。